はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね、お客様からご依頼を受けて店長が代わりに開封して YouTube に上げる方式です。今回はクロニクル、こちら2つですね。はい、ご依頼者高知さんですね。いつもありがとうございます。はい、じゃあ1つ目ですね。大谷選手のカードを欲しい方、あのクロニクル手っ取り早いです。結構出たり、まあ出ないのもありますけどね。まあ種類もありますから、比較的出やすい感じです。多いと6枚、7枚いく場合があります。結構ねお客様話聞いてと、その全種類そうだね、揃えてみようかなっていう方もいますね。まあ、シリアルなしのものだったらいけるんじゃないかと思います。はい、じゃあまずね一つ目、はい、もう出てくるカードはほとんどもうルーキーカードが8割ぐらい。はい、22-99、これはひっくり返ってるのは赤色ですね。オプティックの赤色で、カラテニさんがひっくり返ってます。でサインカードは、箱でワンボックスで3枚出ます。アルビーズ、あ、はい、ワン・ショヘイ。はい、とりあえずワン・ショヘイ出ました。あ、トゥー・ショヘイ。プリズムも出ました。スコアが出てプリズムですね。で、ひっくり返ってる299。これさっきと同じ人かな。あ、同じ人だ。で、スペクトラはレジー・ジャクソン、通常のベース。ゴーハラス、あ、スリー・ショヘイ。早いぞ。ペースが早いっす。はい。ハーパーとかね、いろいろ。ロサリオ、クリーブラ、スミス。で、これ2枚目かな。DJ ピータースのパニーニの音ですね。アルビーズ、ヘイズ、クロフォード。299はテームズですね。で、ロサリオ。はい、デルモニコ。コレア。はい、リンドアのスペクトラ、キラキラ99。クロフォード、ディバース、カーショー、スタントンの99、ディバース、で、クルセイドのブライス・ハーパーですね。で、トラウト、で、この下、誰だ？お、キルベリューでレジェンドですね、これ。おーおー、ピンストライプ入ってる。14-25です。はい、キルベリューのジャージですね。クラシックシングルス。こんな懐かしいデザインですね。2、3年ぐらいのドンラスでこのジャージカードのデザインありましたね。はい、懐かしいデザインです。はい、ウレナ、ホウラー、ボット、ジャッジ、アクナ、サンチェスで、トーレスで、はい、ひっくり返ってるのは、サンタンダーですね。はい、で、リンドアとフリード、ワンボックスで大谷選手は3枚ですね。これがステータスでプリズムが出ました。前半ねポンポンと出て3枚でした。まあでも3枚出れば十分です。スコア、プリズム、ステータス、はい、それとサインが3枚、25枚のメモラ、レジェンドですね。レジェンドメモラなかなか出ないので、うん、いいと思います。はい、で、これ二つ目ですね。ボックス10,999円で販売してます。値段の割にサイン3が入ってて、いろんなルーキーカードも入ってますんで、結構、はい、普通におすすめです。はい、モリーナ。ディバースが299ですね。プレスプルーフ。ホスキンス。ヘイズ。フレジャー。もうルーキーだらけです。ニック・ウィリアムスの2-99。うん、トリプルジャージですね。クロフォード、ディバース。
シャーザーリバース。はい。プレステージの、はい、小谷さん。はい。ワン翔平ですね。で、ヘイズがこれ、クルセイドオレンジかな。チームカラーか。149の19番。綺麗です。で、アンデュ、あ、ポイントが出ちゃいました。はい。ポイントがケース2ぐらい入ってますね。で、アンデュ、ゴーハラ、はい。2翔平。またステータス。こんなポンポン出る。トーレス。はい。3翔平。今度、ルーキー&スターズですね。予期せぬ感じ。すぐ出て、ポンポン出る。で、マックス・シャーザーの149。これ、フェニックス。かっこいいですね。で、サインはニードさん。フェニックスのニードさん。ウレナ、ホウラー、キングリー、サノさんでスミス。サインが今2枚。で、ベリンジャー、シャーザー。で、ひっくり返ってるのは、お、アルビーズです。お、オートです。はい。スペクトラのオンカードオートのアルビーズ。これはいいですね。はい。で、リンドはフリード、ハーパー、149のゴーハラ、アルトゥーベ、ホスキンス、プリズムで、ハイパーってます。299。アダムス、ロブレス、スペクトラ、ルーキー。マクマーンで、アルビーズ、リゾ、クロフォード、トーレス、ノリ、ミテッド、ポージー。で、ひっくり返ってるのはアロン・ジャッジで、これは、フェニックスかな、ショープリーなのかな、ちょっとひっくり返ってわかんないですけどね。で、ロブレス。これは何シリ ?25 シリ3番です。結構小シリが出やすいのも、はい、このブランドの特徴ですね。で、ロサリオとホスキンス。はい。サインは6枚出ましたね。で、ジャージとパッチ。で、今回は、200個目、3翔平。プレステージルーキー&スターステータス。はい。2箱で6枚、大谷選手のルーキーカードが出るという。もちろんシリアル入りとかもあるんでね。まあ、シリアルとカードの質で言うと、やっぱスペクトラとかね。あの辺の金。金系とかで引くといいと思いますけどね。まあ、それ狙いかなと思います。はい。じゃあ、高橋さんまたよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。